アドルフ・アーグナーアドルフ・アーグナーは、ドイツの政治家。国家社会主義ドイツ労働者等の、ミュンヘン・オーバー・バイエルン大韓区指導者を務めた、人物。当時ドイツ帝国領だった、ロートリンゲン地方アルグリンゲン、現在のフランス領、アルグランジュの出身。実家学校で最高を学んでいたが、第一次世界大戦の開戦により、ドイツ軍に従軍、右足を負傷した。戦後は、 観光業に戻った。1922年に国家社会主義ドイツ労働者等に入党した。ミュンヘン一期の失敗後に一時投獄を受けた。弁論術に定評があり、アドルフ・ヒトラーが一期後、ミュンヘンやハンブルクでの公開演説が禁止された際にはヒトラーの原稿をもとに代弁を行った。1928年にはオーバープハルツの行政官となった。 1929年に、ナチ党の大ミュンヘン王クダク指導者に任命された。ミュンヘン王クダクは1930年に、ミュンヘンオーバーバイエルン大管区に改組されたが、ワーグナーが引き続き、大管区指導者を務めた。1944年に死去するまで在職した。ナチ党の政権掌握後、バイエルン州の副首相、内相に就任した。百三十六年には、 バイエルン教育文化賞に就任。突撃隊にも入隊しており、突撃隊における最終階級は突撃隊大将。1942年半ば頃からワーグナーは重度の脳卒中になり、ほとんど活動できなくなった。ワーグナーと不仲だった、党幹傍長、マルティン・ボルマンはこれを機に、パウル・ギースラーを代わりのミュンヘン・オーバー・バイエルン、大幹区指導者にしようと画策したが、 ワーグナーは辞職を拒否し、大韓区指導者の職務を取り続けた。アドルフ・ヒトラーは旧友を大事にする人物だったので、ワーグナーが大韓区指導者職に在職することは認めたが、通常の政務はギースらが行うべきであると指示している。1944年4月12日に死去。国葬が取り行われ、ワーグナーにはヒトラーよりドイツ勲章が追贈された。 しかしボルマンは公認のミュンヘンオーバーバイエルン大管区指導者となったギースラーにワーグナーの残した命令は全て無視するよう命じた。ありがとうございます。